コザクラインコの分布、コザクラインコとは、オウムモクインコカボタンインコ族の鳥である。出資パートナーへの愛情が深いことからラブバードとも呼ばれる。比較的安価で人に慣れやすく、コンパニオンアニマルとしても人気が高い。コザクラインコのひな姿色編集、アメリカンパイドやエザクラインコ、父ゴールデンチェリー母ブルー大正時代に、日本で起きた小鳥ブームの際、文鳥やカナリア、 中始末、金華町などの江戸時代から、海鳥として日本に輸入されていた海外産の小鳥が大衆に広まった。しかし、小桜インコやボタンインコは、アフリカの鳥として、この時期に日本に紹介されていたが、マニア以外飼うことはなかったほど高級だった。民衆に広まったのは、昭和30年代になってからと考えられている。実際に手乗りとして売られ始めたのが、 昭和30年代後半で、初めは、ヒナとして販売されていたのは、文鳥と石製インコだけであった。昭和40年代になると、全国的に小桜インコのヒナが売られ始めた。しかしこの時は、ノーマル種だけであり、色のバリエーションがある、ボタンインコに押され、人気も、いまいちであった。小桜インコが再び広まり始めたのは、オカメインコと共に、 多くの色のバリエーションがアメリカから紹介され、出始めた平成に入ってからである。現在ブームは下火になり、小鳥を飼う人は減少している。ただしインコ類は様々な種類が飼われ始め、逆に戦前よく飼われていたくちばしが尖った種類の小鳥はペットとしては激減している。アメリカのアリゾナ州フェニックス周辺では1990年代後半よりペットが 野生化した小桜インコが見かけられるようになった。2010年代以降も繁殖が確認されている。サボテンに、ギラキツツキが穴を開けずを作るが翌年以降、放置されるため、それを巣穴として利用している。アゴポーニーズロザイコリス。ありがとうございます。